おはようございます。コロナ退散、天宮社長でございます。今ちょうどパトカーが前を通っていました。やパトカーで、お前さんが向いてみようさあ、またしよるって、すいませんね。もうとも季節の変わり目でございます。はい、パラリンピック応援隊長でございます。いやいやいや、昨日50歳の杉浦さん、女性の方が、ね、自転車でメダル取られましたね。素晴らしい。50歳、偉いわ。待って、59歳、来年60。やっぱもう中年の星でございますね。はい、まあ、頑張っていきたいと思います。まあ、ところでですね、昨日ですね、ワクチンば打ってですね、いやー、昼から頭痛してですね、もう大変が心配したばって、今日はおかげさまで体調がいい。よかったわ。やっぱ薬飲んで一応ですね、寝たんですよね。いやー、もうドキドキしおりました。バッテンがですね、あの同級生が言うとね、長田40度ばっか俺は熱出たけど、長田も40世なんて、もうそうかなとか思ったんです。まあ人それぞれ体調はいろいろあるんですね。まあ私はほら、もう性能は低いけど、その分ですね、故障に強いっていう感じですかね。はい、まあまあまあ、そのともかく一応頑張っていきたいと思います。はい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 、さあ一発頑張ろうかね。いやー、でもよかったよかった。ほんと心配したんですよ。昨日昼大変痛いたかったですよね。はい、今日から9月の1日、今日は何曜日だから、水水の水曜日、夜の7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 、あの9月の1日からですね、夜7時までナイター営業でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。ただですね、お仏壇のお困りごと、人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、コロナ生活者支援仏壇無償提供は継続して続けております。24時間電話受付、096-329-0224、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。